ブラーツクダムブラーツクダムは、ロシア、ブラーツク市に存在するダム。高さ125メートル、長さ1505メートルのコンクリート重力式ダムと、高さ37メートル、長さ3710メートルのフィルダムからなる。貯水容量は、約1兆7000億立方メートルで、世界第4位である。1964年に完成し、最大460万キロワットの水力発電を、 行っている。現在、ダムの包みいただきには、自動車道路とバイカルアムール鉄道が存在している。バイカル湖から流れ出るアンガラ川は、ブラーツク下流でエニセイ川に合流する。アンガラ川川には相応の落差があることは、古くから知られており、水力発電所の設置に好位置とされダム設置の計画が進められた。 しかし、物資を運搬する手段もない壁地であり、ダム工事の着手はバム鉄道の延伸を待たねばならなかった。当地を目指した鉄道建設は1940年代から進められており、ブラーツク付近の鉄道工事にはシベリア抑流で借り出された日本人も強制労働として動員された。当地で倒れた日本人の墓地は現在はダム湖の底に沈んでいる。 ダムの本体工事は、バム鉄道の延伸を待って1958年から始められた。オッシモ・スターリンの負の歴史生産が始まった時期であり、労働者は流罪処分を受けた、政治犯ではなく、交代偶を条件に一般労働者が集められた。このため、ダムの近辺に存在したブラーツクの集落は人工像により死に昇格した。1964年に完成したダムは、 世界でも屈指の大きさを誇り、膨大な発電量はソビエト連邦の経済の基礎を支えた。巨大なダムの写真は計画経済の優位性を示すプロパガンダに使われ、西側にも広く存在を知らしめた。発電された電力を使うアルミニウムの精錬工場は地元ブラーツクの基幹産業となり、ここで生産される。 アルミニウムの一部はバム鉄道でワニの港へ運ばれた後、日本へも輸出されている。冷戦終了後にアルミ製電業が衰退した後には、当地の冷量な気候と豊富な電力を求めて仮想通貨のマイニング施設が集積するようになった。シベリアの廃墟がビットコインマイニングの聖地に、コインデスクジャパン2019年9月9日閲覧ありがとうございます。